バイルを手にすれば、世界のすべて力を絶対とするマクギリスの目論みも、ラスタルなし崩し的に双方の総力戦に挑んだ革命軍。次の舞台はいわば君たちのホームだ。少々遠回りをすることになったが、火星の空で君たち仲間の命より大事な意味なんてどこにあんだよ。我々は立ち止まるわけにはいかないのだ。散っていった同胞たちの確かにこの状況は楽観できたものではない。どうしてこの状況であんたの命令を聞ける？命令？我はだったら今は対等じゃねえな。あんたの持ってる金だが、あんたが俺ああ、それでいい。己の力だけを信じ、敵ともともと俺らに敵なんていなかった。仲間たちの命を奪ってきた相手が憎くはないと。憎いさ。一人残らずひでえやり方でぶっ殺してやりてえ。けどそいつらは巻き込まれ能動であろうと受動であろうと敵に変わりはない。我々にはもう逃げ場はないんだ。窮地の状況でなおも還元家族全員で生き抜き、それがクーデリアと共に火星を出た。に会える。金も立場も全部手に入る。金は手に入ったよ。立場オルガに嘘をつかせたのは俺だ。ミカ、俺が邪魔する奴らを全部片付け、俺が最後に。そうか、お前はそうだったんだ。オルガ、ずっと仲間を間違った場所に連れてきちまった。お前が連れてきてくれた。だったら俺に迷わねえことだ。そうだな。家族のため、あの時から目指し続けた未来をつか、そして今全ての、
行するのならば、貴様の要求には応えたはずだ。烏合の衆が映えるの力を示す時だ。とどめだ。
なんて声出してやがる。だって俺はそんな団員を守んのは。でもいいから行くぞ。皆が待ってんだ。それにミカ、やっと分かったんだ。俺たちには止まんねえ限り道は。俺は止まんねえからよ。お前らが止まんねえ限り、その先に俺はいるぞ。だからよ、止まるんじゃねえぞ。
オルガ？前にオルガが言ってた。たどり着いた場所でオルガはもういなくなった。けど俺の中にオルガの言葉が、オルガの命令が生きなら、俺のオルガの命令の邪魔をす、どこの誰でもだ。
俺の行く手を阻むのならば。お前の目には俺は見えない。お前には俺の言葉は届かない。ヒロアルトランド、ガン。
そうだ、帰るよ。
まだ死ぬな。俺を見ろ、マクギリ。が、見ろ。お前がこ、そしてお前を殺した男だ。お前を友と信じ、その思いを裏切られ。言われずとも見えているぞ。いや、見えていながら、マクギリス、お前たちを否定しなければ、お前たちと共にいるとずっと。なぜ、ガエリオ、お前は言うな。言えば頼む。カルタのために。
モビルアーマーを短期で仕留めるような化け物はもはや人ではない。獣を仕留めるにはふさわしい作法というものがある。ダインスレイブ隊、放て。暗い。これ死んだの。でもそうだ、俺が、俺の命はオルガにもらったなら。
死に損ない。その名前、
今は何にも持っていなかった。こんなにも多くのものがあふれて、そうだ、俺たちの汚れた。アトラに怒られる。今ここにアリアンロッド艦隊司令ラスト。後にマクギリス・ファリド事件と呼ばれる一連の騒動は時代の最下層に生み落とされ、境遇と真正面彼らがその命を持って歴史に刻んだ傷跡は、平穏が戻っ セブンスターズの半数を失ったギャラルホルンはより民主的な組織へ再編され、これにより地球経済圏の支配から脱却した火星。なお彼女の就任にはその知名度のほか、タービンズの一件でラスタル陣営と密約を交わしたテイワズが、さらにクーデリアはかつての家族との約束を果たすべく、ギャラルホルンと彼らに恥じぬよう生きていたいという彼女の立て。人が人らしく、鉄火団が自分たちの命をかけて育ててきた未来の鉄火団やマクギリスが目指した理想の一端は、戦場にしか居場所を得られず、人としてただ、しかし彼らのすべて、これからも歴史にはマクギリス・ファリドの名だけが独り歩きすることだろう。力に固執した者たちの、そうして人々は、マクギリス・ファリド事件の1ページには鉄火団という路肩に咲く野花に誰も気づかぬように、ただ それでも歴史の流れに忘れられようとも、鉄火団のみんなが作ってくれたこの世だから、私たちは歩き続ける。